生きている今 SCP-002 をマイクラで紹介します。基本的な特徴を説明しましょう。 SCP-002 は肉の塊に似ていて、体積は約60立方メートル、内部につながるハッチがあり、中は簡単な家具が設置されています。見かけ超グロいモンスターボール。この SCP-002 が生きている今と呼ばれるのは、この家や家具がまさに生きているからです。収容している施設を紹介します。2名の職員が SCP-002 の20メートル以内にいる必要があり、職員同士は常に状態を確認し合ってなくてはいけません。なぜなら猛烈に SCP-002 の内部に入ってしまいたくなるからです。 SCP-002 が起こすことを解説します。ある日、SCP-002 に職員が1名入ってしまい、行方がわからなくなってしまいました。そして中を見てみると、そこに職員の姿はなく、代わりになかったはずの家具が増えていたとのことです。その職員の姿を探すためにもう一人入っていたところ、彼も同じように消え、家具が増えていたそうです。なんだかよくわからないので、我々も入ってみましょう。人が意識を保ったまま、家具に変えられてしまう不気味な部屋、SCP-002 でした。